はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。8月15日終戦の日、靖国神社正殿参拝懇親会開催いたします。詳細は党員メールをご覧ください。よろしくお願いいたします。中国人韓国人お断りの大久保バルさんに警備のために、昨夜行ってまいりました。帰りに土砂降りに見舞われまして、往生いたしました。護衛目的で私と同じですね、朝鮮人じゃねえ、韓国人か、中国人韓国人が嫌がらせに来たら止めようと思って、いう護衛目的でいらっしゃった方が4名いらっしゃいました。男の子男女ペアみたいな、そんな方ですね。ピザ、ボンゴレ、生ハムなどを食しましたが、どれも安くて、うまかったです。お値段そこそこで、量が控えめっていう、なんかホテルで修行されたのって、パスタもですね、60g ということで、パスタドーンと出てきて、それ食ったらもう腹いっぱいっていう感じのイタリアンの店ではありません。店の前にどうして中国人と韓国人にこんなことされたんだっていう話をマスターに聞くことができまして、店の前にですね、吸い殻捨てた、ポイ捨てした中国人を注意したら殴りかかる真似をして脅してきたであるとか、韓国人ですね、日本語メニュー読めないふりで、読めねえからっつって注文もせずに店に居座るなどの事件があって、お断りに踏み切ったそうであります。一昨日の時点より文言がバージョンアップしておりました。こちらですね、SNS で、なんとかするマルス、など言われましたと。個人の飲食店なんか潰しても平気なんでしょうね、書いてありますんで、やっぱりというか SNS などで DM などで嫌がらせと脅迫受けたみたいであります。そんなことやってっから嫌われんのにね。俺を嫌わないでくれっつって脅迫したら、ますます嫌われるよね。バカな連中だな。さすがアーロンより大声、嫌がらせ最後は暴力の本家筋ですね。表示に気がつかず食事してた中国人老夫婦、帰り際にそれに気がついて凝視して目玉飛び出して驚いておりました。おばあさんの方がすぐにスマホでどっかに電話してましたけれども、中国共産党にでもかけたのかな。食事中もね、スマホいじんのやめない行儀の悪さ、カウンターで並んで食ってんのに、お互い話もしないっていう夫婦でした。なんで中国人って分かったかっていうとですね、来た時にマスターがすぐに中国人来たって教えてくれたから中国人来たボソッ。自分たちを嫌ってる店にお金落としたくないだろうからね、すぐにね、この店は自分たちが嫌いなんだって見分けがつく。お断りの表示はむしろ中国人韓国人にとって親切というものであります。皆様も機会があったらぜひ大久保バルさんに護衛に行ってあげてください。マスターは私のことは知りませんでしたけれども、まあ普通の方なんでしょう。純粋に中国人と韓国人の、嫌がらせっていうかね、行儀の悪さに嫌気がさして中国人韓国人お断りでしたみたいであります。で文句垂れてんだもんね。ますます嫌われるわね。バカみたい。私たちのどこがダメだったんでしょうか、教えてくださいっていうのが本当のとこですよね。それをね、脅すだのすかすだのってますます嫌われるんです。武見敬三厚労大臣が19日北京で、来会長保健衛生当局長と会談、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、日中間でワクチンや医薬品の開発について協力していくことで一致したと発表。共同で開発するじゃなくて、開発について協力していく、っていうことらしいんですけど、感染源と、そもそもコロナを生んだ国と
開発協力って一体何の冗談だって思いましたけれども、世論です。コロナは中国の方が詳しいんじゃね。人体実験しても中国なら問題ないしね。あ、そっか、そういうメリットもあるのか。人の命が安いから。誰が中国製のインチキワクチンなんか打つかよ、ボケかすと。技術盗まれて終わり。安倍総理暗殺から反日売国まっしぐらやな。これが自民だ、参ったか。欧米の製薬会社からソース感食らうぞ。こいつも所詮官僚の操り人形。日本の信用を失うぞ。コロナ作った相手と何すんだよ。具体的に何をするっては決まってないようなんですけども、欧米の製薬会社、中国人研究者、仕事雑すぎ、ずさんすぎ、嘘つきすぎで、共同研究を軒並み断念してる輝かしい実績あるのにね、なんでできるって思ったか、全くの謎でありますね。日本共産党にですね、でも共産主義の本家で元祖のソ連は滅びたよねって聞いてもですね、でも俺らならできる真の共産主義の実現は、根拠も示さず威張ってるような感がありますね。なんでできると思ったのか。確かに中国人研究者実験データの捏造や改ざん1ミリも躊躇しなさそう、であります。なんでやんだって話。デイリー新潮編集部、特に日本はマスコミに象徴されるように歪んだ批判社会という面があるように感じます。マスコミが歪んだ批判社会を作ってんだね。イエスを認め合うよりノーを突きつけた方が得をする社会構造と言ってもいいでしょう。そうなのかな。そうなると誰もリスクを取ろうとしなくなります。何でも反対というイメージで蓮舫さんが失速したのは、そんな息苦しい閉塞感に対する有権者の拒否反応であったかもしれません。少なくともノーと言える自分に酔ってるような人が人望を得ないというのは政治でも組織でも共通しそうだ。批判しておりました、今更ながら。世論です。ノーしか言わないの間違いだろう。ノー小泉とかノー安倍ノーライフとかいろいろあったね。ノーしか言わないんだもの。同じことでも他人にはノー、身内には他人にはノー、身内にはイエス、だから嫌われる。ノーアベノーライフって、安倍なしに人生ありえないっていう、つまり安倍命っていう風になっちゃうんだけど、あいつら英語ダメで、あれだったのがね、エンドオンドとか終わってた人たちがエンドした件単に生理的に嫌われてるからでは、左翼通り投資で仲間割れしてて見苦しくていいぞ、噛みつきの末路と、歪んだ批判社会、新潮含むお前らマスゴミのせいだろ、脳を突きつけた方が得をする社会構造、そうなってる。蓮舫を擁護する気は全くないんですけど、これ新潮の勘違い間違いじゃないの。共産党は脳基地、脳会見、脳自民やってても全然党員増えなくて全く得してないみたいですけどね。脳〇〇とかオール〇〇はすっかり左翼用語になってしまいましたね。そういえばどっちも状態が一つしかない絶対語ですね。脳、皆無、オール、全部、絶対語。幼稚な人って絶対語を多用するんだって。絶対に守るとか少年漫画みたいな、絶対なんてありえねえバーガーってせせら笑うのがいい大人というものであります。絶対なんかね、絶対語、完全とか完璧にとか、あと何あるかな、絶対語っつったらね、状態が一つしかないやつですよ。要するに皆無とかね、そういうの多用する人は幼稚なんだって、幼稚な人間なんだって。これ左翼は幼稚と丸分かりですね。皆さんもノーとオールなんとか見かけたらご注意ください。ほとんどログマもんでもないからね。そんなね絶対はねえよってせせら笑うのがいい大人、成熟した大人というものであります。蓮舫大敗について有田芳生元参議院、一言で言えばオール東京はなぜできなかったのか。一丸となれなかったってことなのかな。一丸となって128万票なんじゃないの。世論です。オール左翼、蓮舫に人気がなかったとは言えないからな。お前がそう思うならそうなんだろう。敗因は蓮舫支持者が少なかったからだよ。これは身も蓋もないですね。
敗因は蓮舫の票が少なかったからだよ、みたいなですね、身も蓋もない当たり目だろうな、そういえば長嶋茂雄がですね野球の解説、した時にですね、今日の試合は点数多く取った方が勝ちますねって言ったそうなんですけども、伝説です。いや長嶋茂雄、知れば知るほど嫌いになったからでは、既存の左翼の需要がないってことでしょう。共産が絡んできて売り手が多すぎた、宣伝する人が多すぎた、点でバラバラなセールストークで飛び交って混乱した、蓮舫が一般人から嫌われすぎていたからじゃないんでしょうかね。今回の都知事選でですね、都内に生息するパヤは128万人という貴重なデータが取れたのが良かったであります。2年前の参院選の山添票プラス蓮舫票の135万票より減ってるのも励みになりました。7万票ほど減っております。2年間でパヨが7万人、多分自然にぶっ越したんだろうな、次は128万人以下になっていることを期待いたします。できたら大幅減少していることに大期待であります。時間は我々の味方であります。増税メガネ経団連向けの発言がこちら。なんか会合があったんだって。価格転嫁の徹底のための法制度や公的賃上げなどあらゆる政策を総動員する、物価高で経済的に厳しく打撃を受ける方々への支援など万全の下支えも用意しなければならない。具体的なことは言ってないんですけど、公的賃上げって一体なんだろうなぁ、世論です。岸田じゃ無理お前じゃ無理だ。次の方、実質賃金26ヶ月連続マイナスですよ。減税も賃上げと同等の効果あるぞ。お得意のやってるか、トリガーもやらんくせに何言ってんだと。公的賃上げって、公務員の給料上げることですかね。それとも公共工事とかの、額増やしてやるとかそういうことなんですかね。公務員の給料は民間企業の平均値を参考に決められてるから、民間が上がらないとは上がらないんだよな。民間が下がれば下がるしね。自治労と日教組はバカでそんなこともわからないから、知ってるかもしれないけど理解できないから、民主党政権を誕生させてね、日本経済を破壊しましたけどね。倒産件数は今の3倍、民間の給料もガグンと下がって、公務員の給料も減って、自治労と日教組はさぞかし嬉しかったんじゃないかな。バカなイデオロギーに殉死できてさ、犠牲となれてさ、さぞかし嬉しかったんじゃない。自分らの給料も下がってバカだから。私なら官僚にですね、民間給料上がればお前らも上がるぞってしつこく言い聞かしてですね、民間の給料上がるようなアイディア出せって言うんですけどね。もしくは減税は賃金上昇と同じ効果があるつって減税断行しますね。岸田自民と公明が邪魔せず放置しとけばですね、 2% 勝手に成長する経済をですね、国保税増税と再エネ付加税増税の余計なことして 0.9% に反映させてんだもんね。もう自民も公明も官僚も頭悪くて嫌になりますよ。もう嫌になる、頭悪くて。6月の米の相対価格、相対って読みたいとこですけど、これに関しては相対価格っていうので、前年同月比で 14% 上昇。小売価格は2、3割上昇し、おにぎり屋さんを直撃だそうであります。世論です。来月には新米出るから品薄は解消やろう。新米はさらに値上がりするだろう。もう俺らは雑草を茹でて食べるしかない。おにぎり屋が減っても困らんが、貧乏人は麦を食え。給食から米がなくなるのか。おにぎりも買えないほど日本人は貧乏になってしまったと。福島パールライス 5kg 2ヶ月でなんと500円上がっておりました。米農家さんも食っていかないといけないし、しゃあないのかな、なんでも上がってるしな。バカ自民、米ぐらいは消費税ゼロにして米農家保護せえよ。なんで新聞が 8% なんだよ、いう話ですよね。米は 8% でしたっけ。米ぐらい 0% にしたら、米の上に成り立ってる、日本政府の紋章稲穂でしょうよ。でないと地方の人口流出とですね衰退止まんないですからね。米農家が
ちゃんとした食っていける職業じゃないと地方の衰退止まんないです、の異世界のんびり農家っていうアニメと漫画あるんですけど、いくら農作業しても疲れないチート村長が開墾した畑でみんなが作業してだんだん人口が増えていくっていう話なんですけど、あーこれ区分でんじゃんってひらめきました。あーこれ区分でんじゃん、畑を分け与えてみて、で税金取ってみて。今日の単身です。全国の小中学校の未配置教員数、不足して配置できねえっていう、4037人、空いてるポストっていうか本来いなきゃいけねえんだけどみたいな、いねえわっていうのが4037人、担任不在のクラス出現、100人に連絡しても見つからない、10人の教員が病欠中など教員不足が深刻化だそうであります。へえ、子供ガンガン減ってんのに教員足らないのか、これも介護職と同じで仕事に対しての賃金不足なんじゃないのかな、きつい仕事なのに賃金がそうでもないっちゅうね、今は親も凶暴化してるし生徒もすぐに SNS で晒しで、それじゃやってられない、給料しか出してないんじゃないの、昔はねおおらかで教師が普通に生徒を叩いてましたけどね、私は高校男子校ですけど高校になっても叩かれたけどね、それで晒されることもなかったし親も怒鳴り込んできませんでしたよ、昔より教員って難易度がすげえ上がってんだねの、親はうるせえ、すぐ晒す子供は、それに見合った賃金じゃないと不足するのは当然ですよね、教員ですね、こういうところも考えてですね、どうせ子供少ねえんだから手厚くやってやればいいんじゃないのかな、思うんですけれどもね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。